お疲れ様です。日本の良さを伝える番組です。応援していただける方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。海外、これが武士道の精神か。米軍大佐の名誉回復のため尽力した日本軍艦長に感動の声。戦後75年以上が経過した今もなお語り継がれる戦争残酷な歴史であり、戦争を経験された方々が負った傷は計り知れないものでしょう。今回は戦時中に起きた理不尽な事件について触れていきたいと思います。1945年7月26日にアリアナ諸島のテニアン島へ原子爆弾を運んだ後、橋本持綱少佐が指揮する日本海軍の伊号第58潜水艦の雷撃により沈没したアメリカ海軍の従順洋艦インディアナポリス。対戦中に敵の攻撃により沈没した最後の米海軍水上艦艇で、日本海軍にとっては最後の大戦果とも言われています。インディアナポリスの乗員1199名のうち生存者は艦長のマクベイ3世大佐を含むわずか316名。マクベイ大佐は1945年11月軍法会議にかけられ、ジグザグ運動を怠り艦艇を危険にさらしたとして有罪となります。そのことでマクベイ大佐の海軍軍人としてのキャリアは終わり、批判を浴びたことなどもあり1968年に自ら命を絶ちました。戦後米軍はインディアナポリスが撃沈された背景を調べるため橋本少佐をアメリカに呼び、数日間にわたって尋問。米軍は責任をマクベイ大佐に負わせた意図があったのですが、橋本少佐はあの位置関係ならジグザグ運動でも発射方法は変わらず、いずれにせよ無防備な艦艇を沈めることになっただろうとアメリカ側に忖度することなく自身の見解通りに証言しています。橋本少佐はその後神職の資格を取り、京都梅宮大社の神職に原爆投下や部下が戦死してしまったことへの自責の念から御霊の鎮魂を祈る日々を送ったと伝えられています。またマクベイ大佐の名誉を回復するためにも熱心に動き、米国でもそういった動きが始まったことを知った。1999年11月には上院軍事委員会の委員長にメールを送り、マクベイ大佐の名誉回復を訴えています。その後2000年10月12日にマクベイ大佐の名誉は回復、橋本少佐が天国へと旅立った13日後のことでした。敵兵の名誉回復のために尽力した橋本少佐を6日米紙ワシントンポストが特集したところ、橋本少佐の誠実さや気高さを称賛する声が米国から殺到しています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。持ちつら橋本、疑いの余地なく本当に立派な男だ。驚異的な事実だね。原爆投下に必要な資材を積んでいたインディアナポリスを沈めた直後、彼はその原爆によって家族を失ってしまった。それでもなおマクベイ大佐に有利になる証言をしたんだ。素晴らしい。これこそ名誉心というものですね。エクセレントな物語になったね。最終的にはだが名誉回復に至るまでの政治的判断には嫌悪感を覚える。この物語は素晴らしい映画になりそうだ。インディアナポリスを撃沈した持ちつら橋本は米国の軍法会議で証言をした唯一の敵の主観。立派なことにマクベイ大佐にとって不利になる証言をすることを橋本はきっぱりと断ったんだ。むしろマクベイに有利な証言をしてるくらいだから、今でも米海軍は艦艇を危険にさらした上層部ではなく艦長をスケープゴートにするからね。アメージングな物語を紹介してくれてありがとう。戦争の終わりなき愚かさと無駄を示す証言でもあるな。
最悪なのは橋本艦長が天国に旅立ってから幕兵大佐の名誉が回復されたことだよな。それは最悪なんだろうか。橋本氏は幕兵大佐の名誉回復のためにずっと動き続けてきたわけだろ。彼は名誉の回復を直接見ることはできなかった。それはかなり悲しいことではある。しかし彼の努力は無駄にならなかった。現代の政府と全く同じだ。自分の不名誉な過失を他人のせいにしようとするんだ。なんでこの国は正しいことを行うときには長い時間がかかるんだ。ウィンストン・チャーチルは米国人をこう評してる。アメリカ人は常に正しいことを行う国民だと信頼できる。ただし他のすべての可能性が尽きた後に限るが、橋本は原爆で家族を失った。その後、彼は神道の神官となって、幕兵大佐の名誉を回復するために、インディアナポリスの元船員たちと共に動いた。人はここまで気高くなれるものなのか。こういった物語は、人の本質的な善良さを示す小さな窓のようだ。橋本艦長のように義務を理解してる人と権力を維持しようとする人間との明確な違いだよ。悲しいけど美しい話だな。幕兵大佐をスケープゴートにしたアメリカ人とは違って、橋本中佐は非常に誠実な軍人だった。米海軍は責任を逃れるために幕兵艦長を犠牲にしたというタイトルでもこの記事は書けそうだ。米軍は日常的に個人を犠牲にしてきた。この話だって特段珍しいことではないさ。沈没時、僕の叔父はインディアナポリスに乗っていた。彼はインディアナポリスの沈没に関してとにかく恐ろしかったということ。幕兵大佐は不当に責められたということ、その2点以外は口にすることがなかったよ。こういう物語は歴史にうずもれさせてはいけない。これは米軍の上層部の驚くべき組織的堕落の物語、そして同時に米軍人日本人艦長とその家族の名誉と勇気の物語でもある。これが武士道の精神というものなのか、なんて偉大な物語なんだろうか。しかしトップが責任を誰かに押し付けるのは今も変わってないな。インディアナポリスの話は知ってたけど、橋本艦長の話は今回初めて知った。俺は今でも海軍が謝罪する日を待ってるよ。あまりにもひどいし悲しい話だけど、橋本艦長のおかげで温かい物語にもなった。海軍はこの件を恥じるべきだ。橋本中佐は勇敢で立派な男だな。多くのアメリカの現代人からはそういった要素は失われてしまった。幕兵大佐と橋本中佐の静かなヒロイズムは全ての現代人が見習うべきものだと感じたよ。橋本艦長の誠実さと立派な行動に感謝いたします。そしてあの戦争で愛する人を失った全ての人のために祈ります。戦時下にあっても名誉は失われていなかった。素晴らしい物語を取り上げてくれてありがとう。いかがでしたか。橋本少佐の誠実な言動は長い月日が経過した今も多くの人々を感動させており、誠実な人間はいずれ認められる日が来るということを証明してくれたような気がします。ただ同じコメントをされている方もおられますが、彼が生きている間に名誉が回復しなかったことが心残りです。結果として彼の行いは世間に認められ称賛されましたが、ご本人には直接伝えられていないはずです。人間の性としてはこれで良かったのだろうか、もう少し早くどうにかならなかったのかと考えてしまいます。また当時も今も変わらないアメリカ海軍の体質を非難する方も数多くおられます。確かに旗から見ると
腹の立つ話ですが、トップが責任を誰かに押し付けるという点は海軍だけに限らない話かもしれません。例えば会社や学校でもこういった理不尽な行いがあり、いわゆるトップである上司や気が強いクラスメイトに逆らわずにトップとされる人間が毛嫌いしている、誰かに責任を押し付けるという状況を目の当たりにしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうした状況に陥った時に反対の声を上げることができれば、世の中は少しずつ変わっていくのかもしれないですね。1990年に橋本氏はインディアナポリスの元乗組員と交流し和解。橋本氏が天国へと旅立った後となる2015年にも、橋本氏の娘さんとお孫さんが元乗組員の会合に招かれ、生存者の方々と交流されています。皆様はどうお感じになったでしょうか。ご意見やご感想などいただけると動画作成の励みになります。この動画が良かったよという人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回お会いいたしましょう。